こんばんは。乃木坂46の山本蓮香と佐藤楓です。今回のテーマは最近恥ずかしかったことということで、はい、何かありますか？私はですね、先日ちょうど終えた真夏の全国ツアー2022で、結構地方公演も合わせて、7会場ぐらいあったんですけど、毎公演、毎会場を何かしらお洋服にこぼしちゃったりして結構今年も毎回衣装さんにお世話になってしまったのが恥ずかしかったことですね。そうですね、はい、毎回もう恒例なのであの去年ね、そう、去年いっぱいすごいこぼしちゃって、もう今年は何もこぼさないって思って意気込んだツアーだったんですけど、やっぱダメでした。もう最初からやらかしてしまって、はい、もうみんなで写真撮って送り合ってまたこぼしてっていうのをやってます。申し訳ないです、はい、レンカは？私も、うん、ライブのつながりなんですけど、うんうん、今年のその真夏の全国ツアーの最終日、明治神宮野球場でやったじゃないですか、うんうん、はいはい、そこで私はちょっとセンター曲があったので、うんうんうん、すっごく緊張していて、うんうんうん、あんまり今年ミスなかったんですけど、うんうん、なぜか頭ブロックですごく緊張していて、いつも間違えないところでいっぱい間違えてしまって、うんうん、特に恥ずかしかったのが、自分の立ち位置が目の前にあるはずなのに、うんうん、なぜか私が入る隙がないと思ってしまって、探し回って探し回って、そこの周辺を3往復ぐらいしてしまってみんなもうサビで踊り始めてるのに、うんうん、私だけファンの人の目線を感じながら、視線を感じながら、どこだろうどこだろうって探して、いやあるよみたいな冷静になったらあったっていう、すごい恥ずかしかったです。なんかファンの人のさ、視線も気になるから今すぐ逃げたくない。そうなんです穴があったら入りたいって、こういうことなんだなって思いました。はい、楽しかったですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、Mステ、はい、見てください。バイバーイ。